おはようございます。 SBFJ 利根川です。今日は埼玉からひたすら国道16号線を千葉方面へ進みまして、道中コンビニで朝ごはんを食べてエネルギーを補給。なぜならば釣り場まで食べ物を持っていくのが大変なので、先に胃袋へ入れておきます。そして今日を釣りする場所に到着しました。千葉県を流れている小櫃川です。いろんなものを詰め込んできたバッグを置いて釣り台の準備を始めていきますが、お分かりでしょうか。半袖でございます。上半身から煙、汗が蒸発しています。12月の寒波が押し寄せてきた後なので、どれだけの坂を下ってきたのか、なんとなく察していただけるんじゃないかと思います。地面を見ると苔むしていて水に濡れているせいか、とても滑りやすそうですが、見た目に反して全然滑らず、水深もかなりの遠浅なので良かったです。もろもろ装着完了です。よし、釣り台の準備一通りは完了かな。これで餌ボールの桶がすごい重なるので、結束バンドとシリコンリングとサルカンでカラビナでこれでぶら下げてきました。これが邪魔なのよね意外と。小櫃川の美味しい水、よし。餌は芋綿シンベラグルテン、そこですが、座る前にもう粉を入れておきます。美味しいお芋。コンパクトタオルを吸水、このゴミはちゃんと持ち帰りましょう。はい、毎度のことながら釣り台を水の上に出すと長靴を脱ぐのが大変です。さあ今日は久しぶりにヘラ R の21尺を曲げますよ。かかるといいな。仕掛けは21尺、全部 2.5 号でございます。よし、こいつで、まだ使ってないこいつでいきます。とりあえず重りは 1.5 号にします。ドボンですが、上ギガリフト15にして、コイスレの11下にしよう。あ、ほとんどなんか同じサイズですが、気分的な話で。水深を測ってみると真ん中はもちろん、左右にずれても全体的に1メートルくらいでした。釣り場で飲むドクターペッパーはまた格別の味がしました。すいません、それでは1投目やらせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は緩やかながら若干の流れがあるので、重りをべったりそこにくっつけた外同士のドボンです。風が吹いても21尺が振り切りでできるよう回し振りを練習してますが、想定より左に行っちゃいました。まあしょうがない。今さっき浮きがなんとなくハンって入りましたが、あれは竿を引いただけなので魚の反応ではありません。ここから今回お世話になった地元のおっちゃんがすごかった。利根川が30分くらい遅れてスタートしてから4分後、まず1匹目のヘラブナをゲット。10分後、2匹目のヘラブナをゲット。そして12分後、3匹目のヘラブナをゲットして、これがでかい。いた。おお。まあ、超えてるね。うん、超えてますね。いやー、すごい。もう超えた方がいいね。はい、7分で場所を交換していただきました。まあまあまあ、せっかくのご好意なので遠慮なく、ありがとうございます。その方は25尺を使っていましたが、21尺を出してるならそのまま数頭だけやってみたらということで、1頭2頭3頭としていて、これが3頭目です。
に潜られてしまうという初めての体験になすすべなく絶望する利根川。待ってれば大丈夫だよと言われましたが、心配になって引っ張ってしまったら最悪の事態を招いたようです。いや、ついてないのかな。午後は一回も潜られることはなく数匹ゲットできたので、今回一つ勉強になりました。さてさて、魚はどうかな、ついてるかな、外れちゃったかな。あ、ついてる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 。あー、違う、もうこんがらがってんのか。うわー釣れちゃった。こんなこんなかっこいいのにすれ、藻に潜られてすれたのか、はたまた元からすれていたのか分かりませんが、ともかくすれでした。無念。すまん、ありがとう。いや、ごめん。行ったかな。あー、行った、泳いでった、ごめんなさい。さてさてさて、利根川まだまだ釣れておりませんが、釣りをスタートして1時間も経っていませんから、心の余裕はしっかりとあります。しかし空振り、ドボンなのに不思議です。そして2回目は竿に重さがしっかり乗りました。しかし残念ながらすっぽ抜け。まあこれは合わせるのが少し遅れてしまったので、そこが原因な気がします。何があった。3度目の正直とは言いますが、2度あることは3度あるとも言います。残念ながら今回は後者でした。針が小さかったのか、謎です。釣りをスタートしたのが8時21分なので、10時を回った頃ようやく1匹目の魚を釣りました。その釣れ方がまた利根川らしいんですよ。動画ではパパパッとテンポよくカットしていきますが、ここでクイズです。利根川はどんな釣り方をしたでしょうか。さて、こんな釣れ方をしました。正解をどうぞ。なんだ、引っ掛けちった。食ってんのか。新記録にはほど遠いサイズではありますが、あ、当たり取ってないんですよね。30、40ないぐらいですが、食っております。ハブ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 。あ、当たりは取っていませんが、1個は1個、ありがとう。よいしょ、ありがとう。これはありがとう。ハッピーターンから破片があると思ったらハートでした。ハート、うん、味は普通。時刻は12時、太陽がだいぶ昇ってきたので浮きがギラついて仕方ないんですが、全然釣れません。さっきよく動いていたのはどうやらモーニングサービスだったようです。管理釣り場とかでも朝パパッと釣ったら、どう頑張っても渋い時間が続く時ってありますよね。利根川だけでしょうか。まさにそんな感じでした。そしてまた遅れてしまいましたが、ヒットです。来た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 、いくないくな。
アッパーか。残念だ。食わせられない、食わせられない。アッパー、アッパーありがとう。アッパーごめんね。キャー、泳いでった。ダウンを脱いでいるくらいなのでそれほど寒いわけではありませんが、現地で食べるカップヌードルのチリトマト味は雰囲気も相まってすんごく美味しかったです。それではドローン。ちなみに本日竿 R21、FX24、FX26 のみ竿を持ってきております。3本だけ。じゃあ FX20 にします。じゃあ20円いきます。よろしくお願いします。頑張るぞ。釣るぞ。いつの間にか時刻は13時を回りました。自然豊かなこの景色を楽しんでいたらあっという間です。餌が若干とっちらかってもくよくよしている暇なんかありません。ただ24尺で早々に当たりが出ましたが空振り。それについで合わせたら竿に何かしらの重さが乗りました。でもそれもすっぽ抜け。取れた？もっと抜けてしまいました。セッティングが悪いんじゃないかということを疑っておっちゃんが竿ごとを貸してくれました。台湾のヘラ S21尺、 6.3m 外通しドボン。肉眼で見ると浮きが全然見えないので、さっきまではカメラを使って見ていました。もうどうにも見にくいので今この画面を見て浮きを見ています。カメラをカメラで撮る男利根川。 2.5mm の極太トップ、あえての一目盛り出しです。めちゃくちゃ食い上げ遅れましたが、どうだ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 。これで外れたらセッティングじゃな。あお、ここから意識的に手を伸ばしながら魚とやり取りしたらすっぽ抜けることが少なくなりました。よくよく考えてみたら、なるべくカメラに全体、竿の全体を映したかったので不自然な竿さばきになっていたんだと思います。まもなくヒットですが、まあこんなのは全部言い訳です。うわー、違いますね。狙っていた魚種ではなく、さらには食っていませんでした。立派なウグイさんでございます。さようなら。さてここからすっぽ抜けを克服してバシバシ釣るようになった利根川です。1日の中で進化しました。進化といえば、今までずっと普通の便座を使っていましたが、ようやく暖かい便座ウォシュレットに進化しました。12月30日が誕生日、明日36歳になりますが、ここまで長かった、ずっと普通の便座を使っていましたよ。いや、まさか1万5000円とかで買えるとは。って話はまあさておき、間もなく当たります。サイズは、まあ、はい、いや、まあでも
35センチ程度のフェラブナさん。よいしょ。ありがとねー。やーっと食ってくれました。これで一安心です。あとは数を超過を伸ばすだけ。これは餌打ちをしてから1分もしないうちに当たる一投なので、ノーカット早送りなしでお届けしております。時刻はすでに3時を回っていて、4時前という感じですから、日が落ちて陰ってきました。日差しでギラギラしなくなったので浮きが非常に見やすくなりましたが、その代わり代償として体が本当に寒い。釣りの時にダウンジャケットを着ると動きにくくなりますが、それもやむなし。12月は日差しに当たっている時と当たっていない時の寒暖差がすごいですから、昼に出かけて夕方つらいなんてこともあります。皆さんもお気をつけください。さて浮きを眺めてください。ちょっといいですか。ちょっといいですよ。ちょっといい気がしますね。40ぴったぐらいですね。久しぶりのなんかヘラブナの40。ああ臭い。よし、ありがとう。久しぶりの40センチは気持ちよかったです。でもさらなるサイズアップを目指します。というかこの一頭魚が食うまで早すぎでした。まあ今浮きが立ったじゃないですか。でまあちょっと竿を送ったり引いたりして3メモリが出るように調整していたと思ったらもう食うわけですよ。びっくりですね。随分対抗のあるマブナさんが釣れました。パッと見ヘラブナっぽいですが、鱗の色というか口というかなんかいろいろ違和感のある子でした。でも嬉しい。よいしょ、ありがとう。あーごめん。へい、ありがとう。あ、いったよかったよかった。ではでは本日のラスト1頭いきます。まだ明るいですが、このあと日が暮れると帰り道がやばい。朝の道中ただでさえ薄暗かったのに日が暮れてしまったらもはや道は分かりません。なんせ下りだったのにあんなに体から湯気が出るほど今まで行った釣り場の中で一番過酷な気がします。次来るときはあぐらではなくまたぎの台で軽装にしたいと思います。針がすっぽ抜けしなくなったのは魚を沖でちゃんと浮かせるようにしたからだと思いますが、冷静に考えてみたら
セオリー通りですよね。いや、ちっちゃい、ちっちゃいし、グラブの系、はい、ずいぶんちっちゃいの釣っちゃいました。ああ、そんな感じしますね。この子がアガリベラでございます。体高は本当にある、いい感じの、まあ最初は可愛らしいけれど、1枚は1枚、ありがとう。はい、さっきのラスト1頭のアガリベラとするつもりでしたが、せっかく来たんだし当たりがかなり多くなってきたから、もうちょっとやったらとおっちゃんに言っていただきまして、確かに今日は自己記録の魚を狙いに来てますからやらせていただきます。現在の時刻は16時28分、4時半を目前にしてじりじり暗くなり始めています。ですが現地の利根川はまだ気づいていません。気づいていない中また釣れちゃいます。釣ってからしばらく経ったわけじゃなくて、釣ってから次の一投ですよ。本当に最後地上げきました。一緒にやっていた地元のおっちゃんから、ここは刻みあたりも出るよと言われていましたが、24尺の、まあ、棚が水深が1メートルくらいの超沖底で、あの辺りを取れたのは気持ちいいです。本当にまたサイズはそれほどでもありませんが、ヘラブナさんが釣れます。24尺で釣るのとても楽しいです。私、ありがとうございます。自己記録を出したい、でも片付けを考えるともう日が傾いて危険ゾーンに片足を突っ込んでいると分かっていても釣りをやめることができませんでした。利根川の自己記録、2020年の11月に同じ小櫃川で 41.2 センチのヘラブナを釣ったのを最後に、自己記録は更新されていません。まあ、それから40超えはいくつか釣っていますが、尺半50カミを狙って春先や秋に釣りをしていますが、現実とは非常なもので未だに仕留められておりません。芝山沼の水路とか食ってない魚の中には明らかにヤバいサイズというのもいましたが、食ってないもんは食ってないんですよ。ということで最後の最後で暗くなりきる前に命からがら連れてくれて助かりました。最後は最後でこれ来たんじゃないですか、もしかして。あ、針はこっち向きで下向きにかかっちゃいました。よし、よいしょ。3だべ、3、3、あ、3、あ、3、43センチな、ヘラブナ、ようやく、ようやく、ああ、ありがとうございます。43センチ、仕留めた、20円尺の FX、ありがとう。
ああ、これはそんな臭くない。やったー。お願いします。よいしょ。 ありがとう。大丈夫か。ああ、おいでとめ。よし、ありがとうございました。オビス川は帰り道、道中取る余裕がありませんでした。吐きそうになってしまいまして、2022年最後に自己記録を更新できました。ありがとうございます。2023年も地道に頑張っていきますので、よろしくお願いします。それではまた次回の来年の動画でお会いしましょう。まだチャンネル登録をされていない方がいらっしゃいましたら、ぜひともこれを機会に登録よろしくお願いします。そして評価ボタン、まあ高評価でも低評価でもどちらでも本当に大丈夫です。ぜひ押していってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。